エンマ・ハジエワは、ソビエト連邦ダゲスタン共和国出身の女性、アゼルバイジャンのフィギュアスケート選手。2009年に、アゼルバイジャンを代表して、ヨーロッパフィギュアスケート選手権、世界フィギュアスケート選手権、ネーベルホルンハイに出場した。1989年、ソビエト連邦ダゲスタン共和国キズリアールに生まれ、2000年に、スケートを始める。 国際大会ではアゼルバイジャンに所属し、2004から2005年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦、同シーズンから世界ジュニアフィギュアスケート選手権のアゼルバイジャン代表となる。2007から2008年シーズンからはアゼルバイジャンの第一人者となり、2009年には世界フィギュアスケート選手権、ヨーロッパフィギュアスケート選手権、またバンクーバーオリンピック予選となった。 ネーベルホルンハイに出場した。バクーのクラブに所属するが、練習拠点はモスクワに置いている。正のラテン文字表記には、エギバのほかホジジェイバ、ギャッツイエイバが使われる。ロシア語では、と書かれる。ありがとうございます。